ですけども、ちょっとスピードがねディフェンスの方がいいですね。おっと、おー、ここはちょっと、あー、キュービーシーそのまま行ってスペシャルプレーが出ました。完全にディフェンス側も騙されました。高田、見事な高田の個人技、いわゆる相手を騙すそのフェイクのプレー、逆転です、立命館。いやちょっと今こちらも、まあ、騙されたといいますか、全く気がつかないうちに8段を取られましたね、はい、そしてトライ4ポイント、このキックが決まりますと1点追加です。真ん中から決まって1点追加、第1クォーター7対3と立命館、去年のチャンピオンが社会人のオーアンドスタイラーズを逆転しました。ブルーハシヘッドコーチもきっとこう水を飲んでしてやったりといったところ。高野さん、今のプレー解説お願いします。スナップを出して、なるほどね、ボールを渡したふりをしているだけで、実際は高田君が最後までボールを持っていたんですね、はい、でまず突然スナップを出されたということに対して、オーワードスカイラークスのディフェンスはまず冷静さを失っていた、さらに、ハンドオフをしたことでのフェイクをしたことでみんなそこに釣られましたよね。いやでも思い切ったプレーですよあれ、はい、もし今の失敗したら大きな5ヤード6ヤードぐらいのロスをするプレーですからね、ということですね。ですから今7対3ですね、前半のうちにもうお互い1本ずつぐらいの点数を取ってもおかしくはない形ですね。ボールオン43ヤードからサードダウンコンバージョンになります。高田ロングパス、相手長いパス、どうだ、通った、そのまま向かってタッチダウン。第2クォーター最初のプレーで立命館高田一気にロングパス13対3。いやすごいプレー決まりましたね。57ヤード投げました。ヒアミズ君へのパスですよね、いわゆるホットライン19番のヒアミズへのパスでした。これは第2クォーター最初のプレーで、どうですか、ディフェンス側のフォワードスカイラークスの方もちょっと今日疲れたところがありますか。ヒアミズ君が一度10ヤードぐらいファーストダウン、キャッチすればファーストダウンというあたりでフック一回止まろうとしたんですね。それのフェイクを入れてのもう一度縦に行ったことに対してディフェンスバックがついていけませんでしたね。タッチダウン後のゴールも決まりました。トライ4ポイントも決まって1点追加14対3。第2クォーター最初のプレーでこの19番ヒアミズへのパスでした。そうですね、これで、コーナーバックディフェンスバックのオーマドスカイラミッチェルがついてますね、彼が完全に引っかかってしまいましたね。それでまた高田君のパスがね、ヒアミズ君がスピードを緩めることなく最高のポイントにねこう決めましたよね。さあ前半の山場終了間際ポイントになります。サードダウンコンバージョン、ディフェンスはブリーチいきますね、ブリーチいきましたよ、前の相手そのまま走ってタッチダウン。高田指を一本立てました。今日2タッチダウンで高田、高田の足で2本のタッチダウンを今日ここまで上げています。いや高田君は本当に冷静ですね。今プレー立命館が準備したプレーそのものは完全にフォワードスカイラークスのディフェンスにやられてたんですね。ブリッツで全くブロックできなかったんですね。20対9、その差が現在11点差、そしてこのトライ4ポイントが決まればまた1点追加になります。トライ4ポイントも決まりました。21対9、その差が12点差つきました。前半残り手元の時計でも5秒前後。さあもう一度ご覧いただきましょう。高田君は QB サックされる寸前に追い込まれるんですね。ここですね、ただうまくかわしましたね。でここでもタックルをかわしてその結果がこうタッチダウンと、これだと分かりやすいと思います。ブリッツを入れたことで うまくこうかわしましたね。高田君がね一瞬ボールを投げるふりをしましたよね、はい、その動きで
ブリッツした選手がジャンプしてしまったんですよ。ですからジャンプしているということは地に足ついてない状態ですから、こう高田君に急に走られてはそれに対応できないんですよね。1953年に創部しました立命館、このライスボール2連覇を目指して第3クォーター21対9とリードしています。カウンターですよ、カウンターですよ。うわ早い、前が空いている、まだ抜ける、止まらない、そのまま走り抜いてしまった、見事72ヤード古川ビッグプレー、今度はオフェンス。162センチの小柄な体、しかし俊足を飛ばして最後フォワードスカイラークスのディフェンダーが追いつきません。そしてトライフォーポイントです。3番のグルッパーでした、これ右から左にハンドオフして左に走るように見せた右側のカウンターのランニングプレーなんですね、はい、もう抜けてからのスピードはそうですね、もう一番というぐらいの、ね、スピードでしたね。今チームも追いつきませんでしたね、セーフティーの追いかけていった、そうですね、市川21番の市川選手もかなり足は速いんですけどね、はい、開始早々はオンワードスカイラークス、この社会人側の流れでした。この陣営の長いパスも通りましたね。はい、そうですね、これは大きかったですね、勢いになりましたね。しかしこのタッチダウンのチャンスでしたが、白の大学の立命館もディフェンスが踏ん張ります。やはりこういう遅いプレーは立命館には通用しないですね。そして第1クォーター4分46秒フィールドゴールで、結局タッチダウンは取れずにフィールドゴールで3対0と先制したのはオワードスカイラークス。そして今度は立命館の反撃です。この高田のクォーターバックスクランブルでファーストダウンを取って相手陣深くに攻め込みます。この後ですよね、まあ、このプレーも見事なんですが、いわゆるトリックプレー、はい、この後のプレーにぜひご注目ください。みんながこのフェイクに引っかかっていて、ですね、高田君一人だけがもう後からカウンター気味に、ね、こう走っていくんですね。そしてこのタッチダウンで逆転をします。背中を向けて、完全にオンワードスカイラークス側は誰がボールを持っているかちょっと見失いました。これ相当練習していたでしょうね。トライフォーポイントも決まって7対3。そして第2クォーターに入って開始早々最初のプレーで、この高田から冷水へのロングパス、なんと57ヤードのパスが決まってタッチダウン、ゴールも決まって14対3となります。第2クォーター最初のプレーでしたね。そうでしたね。これなんかね、もう本当にレシーバーがね、冷水君が今一回止まるふりして、それからもう一回加速していくという、そしてね、もうボールもここしかないという一番いいところに来てるんですよね。そして第2クォーターの2分44秒今度はオンワードスカイラークス、途中から入っていたクォーターバック小島から渡部への44ヤードのタッチダウンパス、ゴールは失敗、14対9となります。そして立命館高田のクォーターバックキープで、そのまま前半終了間際に、ね、この1本が大きかったですね。そして第3クォーター、この古川ですよね、抜けていって瞬速、誰も追いつきませんでした。相手がホースダウンをギャンブルを失敗した直後のね、このワンプレーがロングゲインのタッチダウン、これは大きかったですね。